はい、オープニーさん、こんにちはです。今回もですね、ポケモンスカーレット&ワイルドやっていきたいと思います。さあ、というわけで本日は6月6日の木曜日ということで、いよいよ明日の金曜日から3つの新たなイベントが同時に開催されるということが決定しておりますので、今回はそれら3つ全てのイベント詳細をね、皆さんに紹介していきたいと思います。ですので忘れずに全て参加しておきたいという方はぜひ今回の動画を最後までご覧ください。そしてさらにですね、色違い伝説をゲットできる新たな注目イベントの情報がありますので、そちらについてもね、後半で説明していきたいと思いますので、興味のある方はね、ぜひ最後までご覧くださいというわけで、早速ですね、まずは明日から開催されるイベント1つ目からね、詳細の方皆さんで一緒に見ていきましょうか。はい、まずはこちらになります。水タイプのポケモン大量発生イベントですね。はい、こちらいよいよ明日6月7日の朝9時から6月10日の朝8時59分までの3日間限定で開催されます。今回の登場ポケモンはこちら、ナミイルカ、ハスボウ、タッツーの3種類のポケモンが登場しておりまして、まあ大量発生イベントということでね、つまり色違いを厳選できるイベントということになっておりますし、さらには今回のこのイベントではヤサ型の証というね、通常は 1% しか入手確率がないレアな証がなんとね、5倍の 5% で厳選できるというような仕様になっております。ですのでぜひ今回はね、この3体最終進化系であるこの3体の色違いプラス証持ちをしっかりとね、厳選していただきたいと思います。イルカマン、そしてルンパッパとキングドラですね。まあ、どれもねかっこいい色違いになっておりますので、もし厳選する際はね、できるだけおしゃぼを使ってで捕まえていただきたいと思います。まあ、もしね、いいおしゃぼを持っていない方は少なくともプレミアボールとかゴージャスボールぐらいでは捕まえていただきたいとは思いますね。そして今回はマップによって出現するポケモンの種類が変わってきますとなっております。パルデア地方ではナミイルカだけが大量発生すると、そして北上の里ではハスボウのみが大量発生、そしてブルーベリー学園ではタッツーのみが大量発生するといった感じになってるんですけども、このブルーベリー学園限定で大量発生するタッツーですね、こちらの落とし物素材がなんと道具プリンターで 45% というね、高還元率を誇っておりますので、ぜひね、道具プリンター設定とかでおしゃぼとか、あとは換金アイテムとかね、いっぱい集めるよという方は今回のイベントに参加して、タッツーの落とし物をですね、999個カンストするまで集めていただきたいと思います。まあ、こちらね、1回きりの開催ですので、ぜひ皆さん見逃さずに参加しましょう。さあ、ということで以上ね、明日1つ目の開催イベントとして大量発生のイベントについて紹介してきたわけですけども、あと2つですね、開催されるイベントがありますので、今からは2つ目のイベントですね、明日から開催される新イベントについて詳細をね、今から一緒に見ていきましょうか。はい、2つ目はこちらですね、最強ラグラージレイドイベントになります。こちら一度ですね、5月31日から6月3日までの間開催されていたんですけども、今回はそれが終了した後の2回目の開催期間となっております。で、具体的な開催期間が明日ですね、6月の7日から6月の10日まで3日間限定となります。そして今回が2回目の開催ということで、最後のチャンスとなっておりますので、まだ参加できていなかったという方や、周回をねまだ十分にできていなかったという方は、必ずね、明日からの最強ラグラージレイドイベントに参加してください。で、もう一度概要説明しておくと、今回最強ラグラージはドクテラスタイプとなっていて、技構成はこちらこんな感じになっております。まあ、これら6つの技のうち3つがね、水タイプの技というところと、あとは物理と特殊両方で攻めてくるというところにね、注意していただきたいと思います。で、報酬の方でですね、しっかり秘伝スパイスを落としてくれますので、こちら周回する価値は大いにあるというふうに思います。でもしね、ソロで楽々に安定して周回したいという方は、すでにこのチャンネルでソロ攻略動画載せてありますので、もしまだ見ていない方や、これからどんどん周回したいという方は、概要欄にリンクを貼っておきますので、そちら参考にしてみてください。
さあというわけで以上ね、2つ目のイベント紹介してきたわけですけども、残り1つですね、3つ目のイベントも明日開催されるということになっておりますので、続いて3つ目のイベントの情報ですね、詳細を今から一緒に見ていきましょう。はい、それがこちらですね、ハピナスレイドイベントになります。こちらも明日の6月7日から6月10日までの3日間限定の1回きりの開催という風になっております。まあこちらね、久々の開催ですね。もう最近はね、最強レイドの2回目の開催期間の時にこのハピナスレイドが必ず開催されるというような傾向が続いてますけども、まあ今回もね、毎回と同じくハピナスレイドが開催されます。でこのレイドイベントは皆さんご存知の通り、テラピースとあとは経験飴がたっぷりと報酬で手に入るというような紙イベントになっております。なので普段ね、道具プリンターを使わずに経験飴とかテラピースを集めるよという方はもうこのね、ハピナスレイドぐらいしか大チャンスありませんので、ぜひね、育成アイテムたっぷりと集めたいという方はこのハピナスレイドにね、参加してみてください。さあというわけで以上ね、明日から開催される SV の3つ全てのイベントの詳細を紹介してきましたけども、ここからはついでにですね、新たに伝説ポケモンの色違いをゲットできるイベント情報について、ついでにね、紹介していきたいというふうに思います。はい、今回紹介していくイベント情報はこちら。はい、シャドウライコーの伝説レイドイベントというのが現在ポケモン GO においてね、開催中となっております。でこちら開催の終了が6月30日ですね、今月末になっております。ただしですね、こちら注意点がありまして、土日限定開催ですので、実質の開催期間がすごく短いです。つまり具体的な開催日時でいうと、あさっての6月8日の土曜日と9日の日曜日ですね。でさらに来週の15日16日、でその次の週の22、23、さらに29、30となっております。ですので実質は残り8日分しか来校が登場しないということになっておりますので、ぜひね、余裕のある方は今週の土日からでもね、参加していただきたいと思います。でなんといってもこのイベントに参加するメリットというか醍醐味はですね、この大人気ポケモンライコーの色違いが手に入りやすいというところにあります。しかも複数体ゲット可能という風になっておりますね。で色違い確率はいつもながら 5% ね、約 5% というとんでもない高確率で厳選可能となっております。まあライコーの色違いね、めちゃくちゃかっこいいし分かりやすいですよね。これまあもうほぼ全て違うなといった感じですよね。例えば背中に生えているこの蜘蛛のような毛が金色になっていたりとか、まあ、全体的にオレンジになっているので、もう相当ね、色違いは分かりやすいです。なのでこのゴージャスな色違いをね、ゲットしたいという方はこのイベントにね、ぜひ参加していただきたいと思います。で特に今回ね、複数体手に入るというような仕様になっておりますので、普段ね、ナンバリングソフトしかやっていない方にとって絶好のチャンスという風になっておりますね。ただしまあシャドウレイドなんで、直に足を運んで、まあローカルレイドみたいな感じですね。リモートレイドパスなんかでは一切参加することができないイベントとなっておりますので、まあそのあたりはね、ちょっと移動コストがかかってしまうんですが、ちょっと都会に住んでいる方とかね、都心部が近い方はこのイベントに参加していただきたいと思います。でもし色違い厳選するのであれば、都心部の特にジムですね、レイドが多いところの密集地なんかで厳選すると一番いいというふうに思います。まあ、ぜひね、色違いが欲しい方は頑張ってみてくださいということで、今回もね、いろいろとイベント情報について紹介してきましたが、これで終わりたいと思います。またこういったね、最新のイベント情報であったりとか、あとは配布情報や攻略情報なんかがあればすぐに動画で紹介していきますので、ポケモン好きな方がいましたらね、チャンネル登録今のうちによろしくお願いします。そしてもしこの動画が良ければ高評価していただけると非常に嬉しいです。ぜひそちらについてもよろしくお願いしますというわけで、また次の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、バイバイ。